トレーニングやりました。あ、今まであんまり触れてこなかったね、さ。いいですか、やっぱもうそのみんな。そうですね、皆さん。あ、どうぞ、中、奥の方に。どうぞどうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃい。俺でもやんない。俺でもやんない言い方してる。ぜひお手に取ってご覧ください。どうぞどうぞ。どうぞ奥の方。今日置きポイントつきますからね。上ちょっといいですか。あ、どうぞ。あの、適当に大丈夫ですよ。あの、編集しますんで。いいんじゃない。うん、あとはうまい具合にサイさんがこう編集してくれる。うん、なんかいいのありました。これです。これですか。これです。お目が高い。うん、これです。これがですね、今期ちょっとかかってます。これが今期一番の俺に全然言えてないですよ。大丈夫ですか。今期一応フラットレートは7分これだけですから。はい、はい、こちらがね7分これだけですから。はい、どういう編集ですか。え、大丈夫。一応ね4色ございます。赤、虎が青んだんですね。これみんなちょっと違う。これは黒、これネイビーネイビー黒。そうで、真っ白。今まで従来こうオフホワイトっていうしかプラスで展開してなくて、こことここは違う。アイボリー。色が違うんですね。そうです。あとは真っ黒。真っ黒です。オールブラック。あ、これトラピンクだ。トラピンクです。いいっすね。真っ黒もいいっすね。うん、真っ黒のシムって意外とないですよね。大体みんなコンビネーション。シムの切り替えいいですね。何だったら声全部カットしたから。わちゃわちゃしてるだけ。はい、わちゃわちゃしてる。でもこの時本当に今年これは良かったですよね。クリームも良かったし。フラットヘッドさんなんだけど、ちょっとフラットヘッドさんっぽくない。毛が落ちてる。そうですね、色合いも好きなんですよね。で、一応このチャコールも今年の新色なん で、チャコールとオリーブだけは一応後染めなんです。だから一応ここのサボリップも今年本当は色違うんですけど、後染め、製品染めなんで、色が一緒なんです。おむすびですね。はい、じゃあ T シャツ終わり。T シャツ部門。みんなで革ジャン着まくりましょう。カワちゃんを。はい。切るのはただですか。そうそう。切るのはただですから。もう、着ないと分かんないですから。じゃあ、とりあえずサド。沖さん、なんか、じゃあ、沖さんが、みんなに似合うカワちゃん。みんなに似合うやつ、ちょっと見つかってください。みんなに似合うカワちゃん。じゃあ、まず、田代さん。田代さん、ショーパンだから、はい、セカンド。はい、セカンド。セカンドタイプのホースハイドですね。はい。はい、まあ他のメーカーさんとかだと結構こういうところとかを切りっぱなしにするんですけど、ちゃんとこれはすいて内側に折り込んで、その断面が出ないように、もっと G ジャンとかと同じ作り方です。めちゃめちゃ手間かかってます。はいはい。で、フォーサイドなんですけど、フラッテッサのフォーサイドちょっとこう肉があってね、ふわっとしてるんで、はいはい。着心地もすごくいいです。で、写真が出るタイプですね。あ、なるほど。はい。ちょっとね、革ジャンタイプじゃなくて、こういう G ジャンタイプってどうしてもボタンが硬いんで、はいはい。ここはもう頑張るしかないです。頑張るしかない。ここは頑張るしかない。そこは頑張ろう。気合です。みんなで頑張ろう。そうっす。中が赤。これもフラットヘッドのアイデンティティですね。いいなぁ。この辺ね、かっこいいっすよね。ここ少しないっちゅう。はい。店長セレクト。はい。セカンド結構の。ほら、かっこいい。どうですか、着た感じ。いや、いいです。いい、かっこいいね。はい、まこういうのは、ちょっと着丈もちょっと、ぴったり長さが、任せてください、その辺は。黒ですか。じゃあいいですか、お買い上げて。ありがとうございます。金額を。まあでも一応フラットさんのレザーはいつでも頼めます。はい、いつでも頼めて、はい、ただ納期までに時間がかかるんで、ただシーズンものとかで今期しかダメですよじゃないんで。はい。はい。じゃあ来たまんまで最後全員で来ますんで。はい。じゃあ待ってます。はい。暑い。頑張ります。じゃあ小倉さんは。難しいね。小倉さんとりあえず一番出るのなんすか。小倉さん結構かな。44。本当は48まであるんですよ。ああ。ただ48ってサンプルがないんですよ。44までは一応今回持ってきてもらってるんで。はい。これ44のシングルライダーです。
いわゆるスポーツジャケットですね。あ、いける。いけるいける。ちょっとやっぱもうあとやっぱバンクサイズぐらいか。で、前は締められるぐらいですね。うん、前は締めたいよね。うん。締められないとの締めないのはわけが違う。うん、そう。そこだ。そこだ。でもやっぱかっこいい。かっこいいですよね。ここはも同じ、あの、こっちで来てもらってる方との一緒の。後ろか。ね。ベルトになってて。意外とね、着るとやっぱ軽いんですよ。もう、最後。うん。それがね、やっぱ着てもらわないとわからないんですよね。いいですね。じゃあ、山本さん。山本さんは私は、あれですよ、変わったあれなんですよ。手短くて、腹出てて。本当に。山本さんどうしようかな。私、革じゃないの、本当に言ってないですよね。ベストもあるんだね。山本さん、今日ちょっと。ベストですよ。うん、ちょっとラフな格好だから、ベストにしてみますか。私、ベスト好きですね。いろいろ使いやすい。しかも、これはディアスキン。何ですか何ですか鹿革です。柔らかそうですね。超柔らかいですよ。あ、軽っ、うん、いい。なんか締められないですけど、いいですよ。締めると締められないなっちゃう。サイズはそこは、要、制作なんです。あ、でもすげえ。え、こんな、あ、書きやすいんですね、これ。書きやすいんですよ。ディアスキンって、もう本当に、他のやつってほら、言い方も何々レザーとか言ったりするじゃないですか。はいはい、ディアスキンだけど、スキンか。スキンか。肌なんだ。そう。いい柔らかい。とんだけ柔らかいくせに、実は革の中では強度が一番高い。だから300年ぐらい前のディアスキンのインディアンが使ってたポンチョじゃねえ、このポーチとか、もうまだ現存してる。で、ちゃんと使える。っていうのがなんかニュースでやってましたね。なんかすごい雰囲気出てますね。なんかちょっと。めちゃめちゃなんか。今日の山本さんのこの、はい、かっこいいですね。はい。そうなんですか、はい、じゃあ、皆さんのがかっこいい。じゃあ、お出ししておきますね。もう中の展示会で、ね。トマトリさんが。もうやめようかな。トマツリさんは？トマツリさんは、ダブルっぽくないけど、俺、無駄に上はでかいですよ。めっちゃこつくないですか？上はでかいんですよ。来たんだけど。全然。あ、でも前、一回、カーストレーニングとかやったりとかしたり、昔、自分行ったりとかしたり。ちょっとごめんなさい、一回、同じ。小倉さんと同じ方なんですけど。クッキークッキー来てましたね。良いです、これは。ああ、いいね。多分全然前も閉まるサイズです。やべえ、腹が。腹が。それはちょっと長い。いいですね。あ、これも、いい、これ。いや、違う。これはこれも、フォーサイズ。さっきの、小倉さんのやつですね。マジすごいな。革ジャン4人いるぞ。すごいな。逆にこっちが青いみたいな。私は、やっぱりこう、人の前に立つ人なんで、ライダーちょっと癖の強いやつもしないと。いいポケライダーですね。ああ、ダブルのライダーです。ダブルライダーです。あんまりこのサイズはこのイメージないから。そうですね。あえて。俺締めてない。これは何側ですか？これもホースなんですけど、慣れしが違うんで、はい、ちょっと見え方がこっちの光沢があるんです。ほら。これはあれですね、この様を小川さんに見せてる。ライトニング小川さんに見せてみたいな。確かにね。こんなに革ジャン着てるのに。ちょっとディーポケットスタイルなんで、まあ、ここ開けてもらって、前傾してもかっこいい。多分ちょうどぴったしぐらいだよ。まあ、もう44でもいいかな。閉まる閉まる。閉まります？熱いっすね。大丈夫。ほら、かっこいい。かっこいいっすか？あ、いいっすね。ちょくちゃん、これ注文。注文の姿も。注文の姿も。ありがたいな、皆さん。ありがとうございます。じゃあ、みんなで並びましょう。こっちで、せっかくだから。奥さん、ちょっと映るか見て。みんなで並んで。お、すごい。なんすか、この男臭い。狭いところにみんなやってる。これサムネにする？サムネでいいんじゃないですか。このサムネかっこいいと思いますよ。もうちょっと前かな、こっちで。お、いい。バッチリです。全員入ってます。全員入ってます。バッチリ。じゃあ、後でスクショ撮ってみます。すごい、これ。僕はなってるよね。なってます、なってる。大丈夫です。これで撮れてなかったらもう笑えない。笑えない。ただおっさんがはしゃいでるとかだけど、川ちゃん来てはしゃいでるから
お、いいっすね。いや、いいな。ありがとうございます。ありがとうございます。来ちゃダメっすよね。来ちゃダメ。なんでもそうっすけど、来ちゃダメだよね。来ちゃダメ。でも、これぐらいになると多分金額で迷うじゃん。まあまあまあ。でも、まあ、さすがに。迷うきっかけになってほしいですよね。知らないよりは。あ、それはそうだよね。これはやば。来ちゃダメだったんだよ。え、ユロッパ買ったの？頼んだ。最後一着だけあったんすよ、44が。小倉さんのは調べてもらったら。きっと俺のなかったのに。あー、そうだった。マジで？うわ、申し訳ない。なんかお前、食べられてます。ちょっといいんですよ、うちのセレクト。うちはセレクトするから。足、どっかに偏りはしねえ。金額で投げましたよ、もちろん。やばい。やばい。これやばい。結構、それ材料聞くなら、それも若干長くなるんでしょ。なんですよ。ただ、一応多分制作なんで、これだけはちょっと4人のままにしたいけど、こういうのはきっと思うんですよ。そこら辺は、こだわりします。普段きれいに食べる調理ですね。うん、これ、自分の中でダメなのがちょっと出てる。いいえ、すいません。ありがとうございます。効果の理由が分かる。Yeah.